リアル勝俣博物館開催決定。勝俣博物館に無料で会えるよ。みんな絶対来てね。下の動画の概要欄を見てね。はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダージオー大魔降臨歴手帳型スマホカバーケースということで、東映ヒーローネット限定で予約が開始されて届きました。4月の中旬ぐらいに届きましたね。こんな感じで1個4300円だったかな、約送料とかで確か5000円ぐらいだったような気がします。まあまあ高いね。でもまあ、ぶっ飛ばソウルホルダーに続きの商品化ですかね、大魔降臨歴。実際に多分絶対出るとは思いますけども、こういった形の商品展開は2個目ということで、はい、じゃん。おー、いいね、いいね、おー、いいね、おー、こんな感じになってるんだね。ここがマグネットになっててパチッとくっつく感じで、ここにはいろいろカードが入って、ここにも何か入ると。で、これを剥がせばここにスマホが置けるよっていう、まあ粘着シートでスマホがくっつくよって感じなんだと思います。まあ僕のね iPhone はまあこんな感じのね、ごっつい、もう落として割れるのだけは一番避けたいので、もう落としても絶対大丈夫なごっついやつに入ってます。で、まあ 10S Max なので、このねカメラが後ろ縦についてるので、こういったタイプにつけるとカメラがね使えなくなってしまうのが非常に難点なので、まあこれ今ちょっと待ち受けがあれなんで 10S Max つけてもいいんですが、まあぴったりかな、ちょうどぴったりって感じだね。サイズ感的にはまあ収まる、 10S Max でも収まる。他のスマホはちょっと持ってないんで分かんないんですけども、まあこれでねこうやってスマホがいじれるよっていう感じになると思います。まあいじれたところでって感じなんだけどね。僕はこのスマホ型手帳ケースに関してはかなり偏見を持ってるタイプなのでまあこんな感じってことですね。こうやって使えるよ。でもまあ なんていうの、使いづらいよね、やっぱ手帳型ケースっていうのは正直で。これ予約開始の時すごい混み合って、回線がマジで予約できなかったんですけど、なんかある時一瞬で解除されて、それがで、そのタイミング僕2つの携帯でやってて、そしたら2つも予約できちゃって、これともう1個あるんですよねまあそれは今未開封でも取っときますけども、未開封っていうか、まあこれテープもないもないんで戻せば未開封みたいな感じなんですが、まあでもグッズ、コレクショングッズとしては非常にありかなと。スマホっていうのもね、この先どうなるかわからないですから、ガラケーと同じでね、あの時はもうガラケーがこんなスマホなんていう形になるとは到底思ってもなかったですし、もしかしたらまたこの近い未来ね、なんか変わったものができて、こういうスマホケースっていうのがもう時代のね産物になるのかなと思ったりもしております。ということで今日は仮面ライダージオーの大魔降臨歴スマホカバーケースでございました。それではまた明日。